韓国議員団、公明党にすら警告され沈黙、ユスカニで。毎日新聞によりますと、来日している韓国の議員団が、公明党の山口代表に対し、政府間の対話が不足していると伝え、日本政府に公明党が働きかけを行うよう要求しました。これに対して公明党の山口代表は、日韓関係に日本国民の多くが失望感を持っている。 韓国は政権が変わると政府間の約束が守られないというのが大部分の感覚だ。問題を解決するボールは韓国大統領府にあると申し上げたいと反応いたしました。この会談が終了した後、室内は静寂に包まれていたとされております。ぜひとも韓国政府には、韓国の政府関係者の皆様には、早急に日本政府が指摘をした ユス管理上の問題について対応を取っていただき、その後、韓国政府が引き起こしているさまざまな問題、竹島やいわゆる慰安婦、徴用工、レーダー消費者事件、旭日旗、仏像の未返還、天皇陛下への侮辱など、こういった問題について、日本国民が、日本政府が納得できる形で対応していただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。